どうもさましです。というわけでマシがお送りしますバンドリー。さあというわけでグモン君、やはりね我々バンドリーマー気になるのは多数派なのか少数派なのかだと思うんですけれども、グモン君やっぱり気になるところとかありますか？ありません。とはいえやはりね気になるところがあると思うんですよ。ということで今回私7000人の方にね、アンケートを取って、はい、集計しましたので、皆さん一緒にですね自分は多数派なのか少数派なのかね一緒に確認していこうと思います。さあまずはこちらでございます。バンドリガールズバンドパーティーを呼ぶときはバンドリそれともガルパなのかということでございますけれども、これは結構分かれるんじゃないかなと思いますよ。我々ね、うん、やっぱり配信者コメントで見るとやっぱりバンドリがねやっぱ多いんじゃないかなと思いますけど ね、残念ながらバンドリの方が多いですね。ねえ、グモン君はだってあれでしょ、はい、その、まあ、バンドリガールズバンドパーティーのことをバンドリって言ってるやつとご飯食べに行かないんでしょ。行かない行かないですね。もうそう、ガルパアプリのことをバンドリとまとめて呼ぶやつは飯行かないって決めてます。さあということで、どれだけの人がグモンとご飯に行かないのか、結果はこちらでございます。バンドリ 47%、 ガルパ 53% ということで、若干ですけれどもガルパの方が多いんですよ。ねえ、これ意外だったけどね。そうです ね、コメントとか見るとね、やっぱバンドリが多いような感じはしましたけどもね、まあ、分かってるやつが多いです ね、半分ぐらいはグモンと一緒にご飯食べに行けるということですね。行こうぜ。続いてはこちらです。 SNS 等のアイコンはバンドリのキャラクターにしているのかしていないのかということでございますけれども、うん、まあ我々はねどちらもしておりませんけれども、はい、どちらが多いと思いますこれ。いやこれあんまいないんじゃないですか。あーなんで、あ今プロスカに変えたんだろお前らそういうことか。あーパスパレ3章みたいなことになってると。果たしてじゃあどっちなのか、こちらでございます。してる 40%、 してない 60% ということで、若干ですけどやっぱりしてない人の方がちょっと多かったみたいですね。さあ続いてはこちら、リアルライブかっこライブビューイングも含まれます。行ったことあるかないのか、まあ一度でもあればある、一度でもなければないということでございますけれども、マーシーさん行ったことありましたっけ。俺ねこれねないんだよ。え なんで遠い、広島から東京は遠いのよ。遠い地方民オツです。さあ結果はこのようになっております。ある 18%、 ない 82% ということで、圧倒的にない人の方がやっぱ多いんですよ。やっぱりね地方民は泣いてると思いますよ。さあ続いては我々にも一番関係あるところじゃないでしょうか。ガルパで課金したことあるのかないのか、これはね1円でも課金すればあるね、1円でも課金してなかったらない、まあ無課金税と言われてるものでございますけれども、あるだろ、我々はもちろんまあそれは動画でねもう分かると思いますけどもやっておりますが、グモン君今年どれくらい課金した。いやこれちょっと調べてみたんですけど、うん、まあ、いいとこのお父さんの月収、ね、結構やってるねじゃあ、まあ、そんなねしたつもりなかったんですけど、マーシーさん今年は。俺はね多分中古車が1台買える。うん、100万の世界。さあ気になるところでございますがこちら、課金したことある 56%、 ないが 44% と意外と課金してるんですよ。意外だから大体 56% の人がまあ中古車を買えるということですよね。そんなことない。それではこちら、プレイするときは親指派か人差し指派か、それともまあその他派かということですね。中指とか、まあ、指2本使う人もいますので、まあ、そういった方はその他派なんですけれども、はい、どの指が多いと思います。いやもう親指じゃないですか。こちらご覧ください。親指 50%、 人差し指 39%、 その他 11% ということでね、まあまあまあ、圧倒的に親指勢、まあ、大体 50% の人が夜の階段トリルで泣いているということですね。あれはむずい。さあ続いてはこちら、タップ音あるかないかということですね。タップ音ない人とかいます？あ、ね、多分ね意外といるんですよ。あの曲を聴きたいとか、あと精度が取れるとかそういった理由でね消す人がいるんですけど、結果はこちら、タップ音ある人が 86%、 ない人が 14% でございます。14? 全然いないじゃん。
続いてはこちら、メンバーカットインは女のかオフなのかということでございますね。うん、これ自分は入れてますけど、マーシーさん入れてます？俺ね、基本は入れてるんだけど、例えばなんかスコランとか、あとは本気で AP 狙ってる時とかは入れてない。さあ結果はこちら、オン 42%、オフ 58% ということで、意外とやっぱオフにしてる人が多いんですよ。あー、じゃあオフの人は軽量ボードにしてるってことですか？まああれも結構見づらいけどね。続いてはこれは分かれますよ。衣装は揃えるのかバラバラでも気にしないのかということですけれどもね。バラバラでしょう。これは本当にいるのよ。だってグモン君は揃えないでしょ。うん、全然もうあれよ、本当に初期の衣装でいいんだよ。その時のイベントの衣装じゃなくても。ああ、はいはいはい。いや、揃えないですね。そうだろ。俺でもちょっともうグモン君とはご飯行けないかもしれない。いや、一緒行ったじゃん。揃える 23%、 バラバラ 77% ですよ。ほら、これは由々しき事態ですよ。いやいやいや、もう 77% の人と俺ご飯行けませんからね。続いてはこちら、ノーマル以下はフルコンするかしないのかっていうところですよ。これはね、グモン君だってあれでしょ、はい、ノーマルどころかハードもしてなくない？まあ全くしないですね。あれなんで？ハードはだってほらフルコンしたらスターもらえるじゃん。あー、いやまあ別にね、いらないいや金持ちか。する 21%、 しない 79% ということで、圧倒的にやっぱりしないが多いわけなんですけれども、まあグモはちょっと例外だよね。え、ハード以下もしてないもん。いや仲間仲間。次はみんな大好きガチャ、ガチャは10連派かそれとも単発派かですよ。いやー、俺は10連派ですけどね。そうだね、マーシーさんは違いますよね。まあ俺はデルマデ派だね。結果はこちら、10連が 90%、 単発が 10% ということで、うん、まあね、10連も単発もね、デルマデ引けば一緒ですからね。このアンケートの意味なし。これも皆さん気になるんじゃないですか、天井したことあるのかないのか。ねえ、まあこれ我々はもちろん天井経験ありますけど、はい、あれってちょっと変な感じしない？そうですね。なんていうか、そう、あの賢者タイムじゃないけど、あーね、天井タイムだ。あ、それだね。結果はこちら、天井したことがある人が 10%、 ない人 90% ということで、 10% の人は天井タイムを経験してるんですよ。なるほど、じゃあもう、うん、我々と同じで天井に到達したはずなのに足元が崩れ落ちるようなあの感覚をね、経験したんですね。はい、座布団1枚あげましょう。ありがとう山田。続いては、星さん以上の設定は特訓後か特訓前か、まあ大体どちらが多いかということでございますけれども、結果はこちら、特訓前が 21%、 特訓後が 79% ですね。まあまあそうでしょうね。まあでも俺はね、前回のクリスマスのひなちゃんは特訓前にしてる。前回のクリスマスのひなちゃん、あ、そして最後はこちら、リーダーはゼガヒでも推しかということでございますけれども、これはね、そうあってほしいね。推してあってほしいですね。ね、グモン君変える？まあ変えますね。ああ、なるほどな。マーシーさんは？変えるね。変えるんかい。気になる結果はこちら、推ししか勝たん 22%、 状況で変える 78% ということで、まあ圧倒的に変えてる人が多かったみたいですね。いや、推しが勝てん。